デリフォルヘは1925年10月5日に設立された家族経営の園芸業者である。1928年からはバラの育病を専業としている。この会社はバラの交配、生産に分類される。バラの交配、選別、栽培を行ういくつかの園芸愛好団体を主催し、そこで排出された品種の販売と保護を行う。第一次世界大戦後、 バラの取引所の近くに育病所を開いた。ヒッポリテ・デルフォルヘは1925年に育病所を設立した。これが現在のセレクト・デルフォージアである。新種のバラを開発することで多くの人々に喜びをもたらし、また、それが異民族間の相互理解を深めるのに役立つであろうことを願っていたヒッポリテは夫をフランクに出会い。 最も美しいバラの一つをアンネ・フランクに捧げることにした。息子のビルフリート・デルフォルヘはアンネのバラを父ヒッポーリテと協力して作出したことから育種家として歩むことを決心し育病所を相続して責任者となりバラの後輩を続けた。創立60周年に地方道75千脇のバースラントにリノルト・ローゼンチューンを建設した。バラ園は観光局のヨーゼフで ワイルド局長らを招きオープニングを行った。ありがとうございます。